この動画は、茨城県の児童生徒に向けた動画です。皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校4年生の国語、学校について紹介することを考えよう、2時間目の内容です。ワークシートを使って学習をしますので、 用意をしましょう。前回の学習では、話し合い活動の役割について確認しましたね。今日の目当ては、それぞれの役割で気をつけることはどんなことかを考えていきましょう。教科書116ページを開きましょう。まず、議題と、 目的を確認します。議題は入学する子たちに学校のどんなところを紹介したいかです。目的は来年の入学が楽しみな気持ちになってもらうです。皆さんもこの議題と目的に沿って話し合い活動に参加したつもりで学習をしていきましょう。 学習の見通しです。1、グループで話し合う。2、グループの提案をもとに、クラスで話し合う。このような流れで学習を進めていきます。1、グループで話し合う。はじめに、場所、人、行事など、 紹介したいことをいくつかのテーマに分け、同じテーマを話し合いたい人同士でグループを作ります。一つのテーマに偏らないよう、グループの数や人数を調整しましょう。先にグループで話し合うようにすると、一つのことをじっくり考えられ、意見も まとまりやすくなりますね。そして、グループで話し合い、提案することがまとまったら、クラスで発表する代表者を決めましょう。それでは、皆さんも考えてみましょう。皆さんのグループは、場所です。入学する子たちに、学校のどの場所を紹介したいか、 理由も入れてワークシートに書いてみましょう。一度動画を止めて書き終わったら再生しましょう。書けましたか例えばこのように紹介したい理由が目的からそれないように書くことも大切ですね。参考にしてみてください。 2. グループの提案をもとに、クラスで話し合う。クラス全体で話し合いをする前に、司会、初期、記録係、発表者など、役割を確かめておきます。話し合いの流れは、議題を確かめる、提案する、提案について、 質問する、話し合うです。117ページの石川さんのクラスの話し合いを見ましょう。では、一度動画を止めて、それぞれの役割で気をつけて話し合っているなと思ったところに線を引きながら読みましょう。46ページの 話を聞いて質問することや、154ページの視界の進行に沿って話し合うなども参考にすると良いでしょう。終わったら動画を再生しましょう。線を引くことができましたかはじめに視界をするときに気をつけることを確認します。 118ページを開けましょう。10行目の司会の人が出された意見を細かく確認していますね。そうすることにより何について話し合えばいいのかみんなもよくわかります。119ページを開けましょう。ここでは12行目の司会の人が待ってください。 話が逸れていませんかと、議題から話が逸れないように進めていますね。120ページを開けましょう。ここでは一行目の司会の人が、他の皆さんはどうですかと、いろいろな人の発言を促しています。このように司会をするときには、 意見を確かめる。話がそれないように進める。発言を促すことが大切です。次に、発表で気をつけることを確認していきましょう。発表者は、提案するときと参加するときに分けて確認します。まず、提案するときです。 117ページを開けましょう。ここでは7行目の発表者が1つ目はや2つ目はなどナンバリングをして内容を整理しています。また、理由も説明しているので、どの意見がいいのか考えやすいですね。 118ページを開けましょう。ここでは2行目の人が提案されたことについて質問をしています。その質問に対して4行目の発表者が理由をつけてはっきり答えています。発表者として提案するときは内容を整理する理由なども入れて話す。 質問にはっきり答えることが大切です。参加するときに気をつけることは何でしょうか ?120 ページを開けましょう。3行目の人は、これまでの話し合いを聞いて、賛成か反対かだけではなく、新しい見方をしていますね。 いろんな見方から意見を出し、みんなで良いものにまとめていこうとしていますね。参加するときには、みんなで良いものにまとめていこうとする気持ちや、信仰に沿って発言することが大切です。それでは、皆さんも参加者となり考えてみましょう。考えることは、 発表者に対しての質問です。117ページを開けましょう。発表者が2人います。この2人はグループで話し合って決まったことを全体の話し合いで提案をしています。発表者の意見を読み、どちらか1人に質問する内容を考えましょう。 一度動画を止めてワークシートに記入し、できたら再生しましょう。誰に対しての質問か、質問の内容はわかりやすいかに気をつけながら書けましたか最後に初期、記録者で気をつけることの確認をします。 117ページを開けましょう。発表したことはグループごとに分けたり、意見ごとに点を打ったりして、黒板に整理して書いておくと、後で話し合うときにも役立ちますね。120ページを開けましょう。これはまとめ方の例です。同じ意見を 線でつなげたり、決まったことを四角で囲んだりして、みんなにわかりやすくしていますね。参考にしてみてください。このように初期、記録では短い言葉でまとめたり、記号や色を使ったりしてわかりやすくまとめることが大切です。 今日はそれぞれの役割で気をつけることについて学習しました。これで学校について紹介することを考えよう、2時間目の学習を終わりにします。